1 8900系機動車は、秋田内陸縦貫鉄道が所有する、急行系機動車である。1989年4月1日の、秋田内陸戦前通に伴い新設された急行、森吉の専用車両として、アンマイナス8901から8905の5両が、新潟鉄工所で製造された。新潟鉄工所製 NDC の一つで、台車。 走行機器は、前年に普通列車用として投入されたマイナス8 8 0 0型をベースにしているが、急行用のため車体構造、室内構造が大幅に変更された。8901から8904は、全面非貫通の型運転台車で、運転台側前面は、客室からの前方視界を考慮し、前面窓が大型化されている。 また側面窓も長房性を向上させるため、横幅 1005mm、縦幅 1530mm の大型固定窓に変更されている。汽笛はアンマイナス8800型とは違い、オリジナルでホイッスル型の汽笛を搭載するほか、過去にはアンマイナス2000型と同様、電気笛を搭載していたこともある。車内は中央部に、 この字型のソファを向かい合わせに配置し、その前後に転換クロスシートを配置しており、AV 機器も設置されている。高野巣側に連結される奇数番号車は、車端部に売店とトイレを設けている。角の立側に連結される偶数番号車は、車端部に自動販売機とロングシートを設けている。客用扉は、連結面側の一箇所に設けられている。 8905は全面貫通型の両運転台車で、側面両端に2箇所の扉が設けられている。多脚時に8901から8904の中間に連結されることがあるほか、8901から8904が検査などにより入場している、際の予備車としても使われる。側面は8901から8904と、 同様の大型固定窓となっている。車内は転換クロスシートで、トイレ、AV 機器を設置しているが、ソファーや自販機はない。サロン席登場以来、急行、森吉のほか JR 東日本大江本線に直通する臨時列車にも使用されてきた。また、臨時列車としては、上越本線にも乗り入れた実績がある。 一時期前車が原色を用いた派手なカラーリングとともに、森吉エクスプレスのレタリングが入った外観となっていたが、後に元に戻されている。2012年3月17日に実施されたダイヤ改正で、経費削減のため休行運用が普通列車用である、アンマイナス8800型に置き換えられた。これにより、本形式は観光シーズンの臨時列車や団体、 貸切列車などに使用されるのみとなり、余剰となった2両は廃車された。さらに8,901も老朽化のため2018年に廃車。8,904も2021年9月12日のさよなら運転をもって一般営業を終了。同年9月15日のスーツによる貸切運行をもって廃車となり、変運転台車は消滅した。一方、 8905は2020年に観光列車、笑い EMI に改造され、土休日を中心に、再び急行列車での運用に復帰している。ありがとうございます。